日は、子供の集中力を上げるための方法についてですね、ちょっと解説しようかなというふうに思います。まあ、結構ね、親御さんから子供の集中力がないとか言って、相談を受けるですね、こととかあるんですけども、なかなかね、子供オンリーのですね、放送ってできないんですよ。そう。なので、今日はですね、まあ、そんな方々のリクエストにお答えして、子供の集中力を上げるためのですね、親にできることということをですね、ご紹介したいと思います。でも一応言っておくとですね、親の集中力なかったら子供の集中力上がりませんからね。だからまず自分の集中力を高めるところから始めるのが本来です。なぜかっていうと、この集中力とか、いわゆる、まあ、集中力って本来ですね、意志力とか、自分のをコントロールする、自己コントロール能力っていうのがすごく大事になってくるわけですよ。目の前に集中しなくちゃって思った時に、集中がそれそうな時に戻せる力っていうのがですね、実はめちゃくちゃ重要なんですけれども、注意散漫を防ぐ力ですね。こういうのがすごく大事なんですけれども、これってね、人から人に伝染するんですよ。だから自己コントロール能力が高い人とか、意志力が高い人とか、言ってしまう集中力ある人の横に座るだけで人間の集中力って上がるんですね。仕事とかだと。だから皆さんがもし、仕事で集中力を発揮したい、成果を上げたいっていうふうに思うんだったら、仕事できる人の隣に座るとですね、勝手に意識しなくても上がるんです。確かね、正確な数字忘れちゃいましたけど、15% 前後ぐらい皆さんの仕事効率がですね、上がるはずなので、そういう意味で言うと、親子供にとっては一番身近にですね、親とか友達とか、そういう人たちの集中力が高いってことがすごく重要になってくるので、子供に勉強しろ、勉強しろとかですね、子供の集中力上げなくて困ってるって言いながら、もうスマホでですね、もうね、LINE になったらすぐ返しまくりのですね、スマホでゲームしまくりみたいな親だと、まあ、それは上がらないよなって話なわけですよ。だから皆さんもですね、ちょっとね、胸にですね、手を当てていただいて、今日ですね、聞いていただければなというふうに思います。で、今日子供のですね、集中力を4倍に上げるための方法なんですけども、これ2016年にインディアナ大学が1歳の子供たちを集めてですね、自由に遊んでるところですね、観察するっていう実験を行いました。でその後ですね、その両親が、子供たちにですね、自分のですね、行動を見せるわけです。でこれ面白いことにですね、親が、どういう行動を取るかによって子供の集中力には4倍の開きが出たんですよ。これ2つのグループに分かれてます。子供がレゴのブロックとかで遊んでるとしますよね。レゴブロックで遊んでたら、親が一生懸命そのレゴブロックにですね、こう集中してあげると、一緒に、ね、遊ぶの付き合ってあげるとかでもいいし、そのレゴのこれは何なのとか、ここはどうなのみたいにですね、話しかけてあげたりとかして、子供が自分が興味を持ってるものに親が興味を向けてるんだってことを親が見せた場合と、わざと反らした場合、子供がレゴで遊んでる時に、ちょっとスマホ取り出してピコピコやったりとか、家事をやったりとか、違うことをした場合ですね。で、この二つのグループに分けたわけですよ。で、これで、一定時間ですね、過ごしてもらってから、すべての子供たちにですね、集中力のテストを行うんですね。まあ、子供向けの集中力テストでちょっと特殊なので、やり方省きますけど、これを行うとですね、なんと、グループ1の子供が遊んでる対象に、注意を向けてくれる親にですね、育てられた、子供たちっていうのは、そうでない子供たちに比べて4倍もですね、集中力が上がってるってことがですね、判明したんですね。すごいですよね。つまり、子供って親がやっぱりちっちゃい頃は親が注意を向けているですね、対象が気になるわけですよ。親の行動を真似したりとか、親が持ってるものとかに興味を持ったりするじゃないですか。そういう意味で言うと、子供に特定のね、領域にですね、注意を向けてほしい、集中力を高めてほしいって思うのであれば、子供がやってる行動とか子供が興味を示している対象に対して親がですね、集中してあげるってことはすごく重要なんですよ。だから子供が見ているところでね、子育ての片手間とかもね、まあなかなかね、片手間でね、 LINE とか連絡しなくちゃいけない場合もあるの分かりますが、子供が何かに強烈に興味を示していて、そして皆さんがそれに対して子供に興味を持ってほしいと思ってるのであれば、それをやってる時には自分たちも親もそこに集中力を向けてあげないといけないんですよ。で、ここで大きな問題が出てくるんですね。これは何かっていうと、結局親の方が集中力がないんです、子供より。はっきり言ってしまうと。で、親の方が、いや、集中力あるっていうふうに言う人いると思うんですけど、でも子供は別にね、変にね、こう、1歳の子供とかスマホとかいじったりしないし、ずっとこう、スイッチが入るとずっと同じことで遊んでる子供っていますよね。まあやっぱりですね、そういうのをまあ親がね、よく見ててくれると、やっぱり自分も楽しくなるわけですよね。で、そこにその注意を向ける、一点に注意を向けるようになって、で、いつも言っている通り、この一つの点に注意を向け続ける力をですね、鍛えてあげると、それって他のところにも生きてくるわけですよ。例えば、今言った、自分が何かに夢中になって遊ぶところをですね、親が興味を持ってもらった子供たちって、集中力が4倍ぐらいまで上がるわけですよ。で、これって、いわゆるですね、この集中力っていうのは自己コントロール能力の問題なんで、自分の意識をどこに持っていくかってことをですね、本当にちっちゃい時から子供はですね、学ぶことができるわけですね。で、この結果何が起きるかっていうと、このおでこの奥 2,3 センチのところには前頭葉って場所が、この意志力とか意志コントロールとかですね、に関わってる、集中力とかに関わってるって言われてるんですよ。こういうところがちゃんと発達して、その結果自在に集中力を向け続けることができる子供になるわけですよ。ところが親が、子供がですね、一生懸命何かやってる時にそこに注意を向けてあげないと、何が起きるかっていうと、子供の集中力はですね、育たないわけですね。だからうちの子集中力がなくてって言ってる時にですね、胸に手を当ててみてください。自分の子供たちが集中している対象、あるいは興味を示している対象に対して、今まで自分は興味を示してあげただろうか、スマホとか触ってなかったかな、他のことしてなかったかな、で心ここにあるじゃなかったかなってことを考えてみると、答えが見えてくると思います。だからぜひですね、子
供たちが興味を持っているものに対して親が注意力を向けるってことをですね、やってみるということがすごく大事です。ただなかなかむずいです。なぜかっていうと、子供ってやっぱり夢中になると一つのことをやってられますけど、大人って例えばね、晩ご飯のことをお母さんだったら考えなくちゃいけないしね、今日ね、旦那さんのね、ワイシャツをですね、ちょっとね、アイロンかけてあげなきゃいけないなとかってことを考えるかもしれないし、まあ、もともとのですね、お茶の約束があるかもしれないし、いろんなことをこう考えなくちゃいけないわけですよ。いわゆる子育てって超マルチタスクです。まあ、やっぱりね、男性がね、今子育てすることもですね、増えてきてますけど、なかなか分担っていうのは難しいわけですよ。やっぱりね、女性の方が子育てしてるってですね、状況がですね、普通のご家庭ではやっぱり多くなっちゃったり、女性の負担の方が多かったりするので、そうするとですね、やっぱりどうしても、子供にずっと付きっきりってわけにはいかなくなるわけですよね。で、これ、ポイントがいくつかありました。もちろんですね、男女で協力するっていうのはすごく大事なんですけど、それができない場合は、親が集中力を鍛えるっていうのをやるとですね、非常によろしいと思います。なぜかっていうと、集中力ってさっき言った通り、自分の感情コントロールとか自己コントロール能力とですね、関わってるので、例えば子育てをして、したストレスのせいで、ドカ食いをしちゃったりとか、子供に当たっちゃったりとか、旦那さんにきついこと言って夫婦関係が悪くなったりとか、あるいは仕事に影響が出たりとか、いわゆるですね、そういう、この感情のコントロール能力もですね、集中力を鍛えるっていうのは同時にですね、身につけることができるわけですよ。だからそういう意味で言うと、親が集中力を鍛えるっていうのは子供のためにもなるし、家庭のためにもなるし、旦那の出世のためにもなるし、そして自分の感情をですね、平穏に保つっていう意味でも非常に重要なトレーニングになってくるわけですね。だからぜひ皆さんですね、集中力を鍛えていただいて、子供がですね、注意を向けて対象に自分も全力で集中してあげるということをですね、まあずっとやらなくてもいいですけど、集中してあげるってことをしてあげるとですね、やっぱりですね、お子さんたちの集中力上がると思うので、ぜひ試してみてくださいというのが今日の話でした。今回のですね、研究はですね、面白いですよ。想像するだけで集中力が上がるものっていうですね、そういう研究ですね。あるものを想像するだけで僕らの集中力って上がって、思考が分析的になって冷静に物事を判断できるようになったっていうですね、面白い、ものなんですよ。しかもですね、副作用も一切なくて考えるだけでいいと、用法をご紹介したいというふうに思います。一瞬で考えられます。はい、実はですね、これですね、コーヒーなんですよ。そう、コーヒー、しかもこれ飲まなくていいんですよ。考えるだけでいいというね、研究が出てるので、これをご紹介したいというふうに思います。でですね、一応ですね、この実験4つ行われてるんですけど、まあ、簡単に一応説明すると、どういう実験が行われたかっていうと、例えば、参加者の人たちにコーヒーについて考えてみてくださいと、あなたが最近コーヒー飲んだ時に味について考えてみてくださいみたいなふうにコーヒーを具体的に考えてもらったグループと、コーヒーの画像を見てもらうっていうグループですね。こういうのをですね、作ってあげて、で、それを終わった後、コーヒーについて考えてもらった後に、集中力を測るテストを行って、どういう変化が起きるのってことを調べたんですよ。でですね、コーヒーについてですね、考えた被験者っていうのは、みんなですね、集中力が増して時間があっという間に過ぎるような感覚になったと。だからつまり一つのことに集中して、あ、もうあっという間にこんな時間になっちゃったっていう風に、コーヒーのことを考えて作業に取り組むだけで作業が終わるまでのですね、スピードがですね、速くなったように感じたんですね。つまりあっという間に楽しいこととか集中してる時って時間ってあっという間に過ぎますよね。あの感覚を何か作業をする前にやるだけでも得ることができたってことなんですよ。これなかなかすごいですよね。で次、もう一個ですね、効果もあって、実は分析的思考力っていうのがアップしました。つまり物事を具体的に考えて、例えば漠然と物事を考えるんじゃなくて、あ、こういう問題をこうやったら解決するんじゃないかな、具体的にこういう風にしたらもっと良くなるんじゃないかなみたいなアイデアとかもちゃんと出てくるようになって、つまりですね、分析力も集中力もコーヒーの画像を見たりとか、コーヒーについて想像するってこと、作業の前にやるだけでも得られたっていうのがですね、この研究のすごいところ、なんですよね。で、一応こう東洋の人も西洋の人もですね、同じような効果があったんですけど、一応西洋の人の方が、ヨーロッパとかアメリカの人たちの方がこの効果は高かったというふうには一応言われてるんですね。まあだから日本人がやってもちゃんとですね、聞くよって話なんですよね。そう、使ってみてください。